はい、キャプテン浩二でーす。こんにちは。今日はね、曇っております。ただいまの時刻ですけども、2020年の6月の13日、土曜日、の、朝の11時4分になります。そしてね、今ね、雨が止んでおりましてね、こんな感じで、雨が、止んでおります。小康状態ですね。そしてね、今ね、大和便でね、このね、田植え機のね、爪の部分のね、先日紹介しました、点検しました、爪の部分の、プッシュロットね、プッシュロットのグリースね、専用のグリースがね来ましたので、今からね、注入したいと思います。この感じでね、クール宅急便で来ましたね。なぜかね、冷たくなっております。クール宅急便でね来まして、2個購入しましたので、この感じで、2個ね、まあ映ってるかな、田植え機、爪専用グリスというのがありましてね、これヤフーショッピングで注文しまして、こんな感じでね、ペイペイのね、オープニングでのポイントがね、ペイペイ登録した時の登録のポイントと、でヤフーのね、前回購入した時のポイントも、消化しまして、2つでね、1500円ぐらいで買いました。田植え機専用爪グリスということで、結構ね、入ってますね。 180g ですけどね、1本だけね、ちょっと使ってみようかと思います。目に入って場合にはとか注意書きが書いておりますし、まあ後でね、ちょっとこの裏面見てみましょう。特にそのまま入れていいと思いますので、目に入った時の注意点書きとか書いてますね。はい、それではもう早速ね、やってみますので見とってください。よろしくお願いします。一番端の方からね、やっていきますのでね。ただマイナスドライバーで、ここグリスをね、グリスの注入口がゴムでね、ゴム線でなっておりますので、これを引っ張ってね、よいしょ、テコの原理でちょっと引っ張って、簡単に抜けますね。こんな感じで抜けましたので、まあ、さっきちょっと抜いてね、中見てみましたけどね、ちょっと暗いかもしれないけれどもね、すみませんけども、こんな感じで、ここですね、爪に爪がついてる、なんですか、プッシュロットって言ってね、往復運動する部分ですね、そこのグリスを入れますが、まずね、中ね、中どんなグリスが入ってるのか点検してみたいと思います。マイナス突っ込んで、こんな感じでね、普通のグリスが入ってるんですよね。専用ではなくてね、専用かどうか知らないけども、こんな感じですが、どうでしょう。なんかね、ちょっとね、暗くてすみません、倉庫内暗くてね、見づらいかもしれないけども、こんなグリースやな、これはダメではないけれどもね、ここでね、注入するんですが、見る限り普通のグリースがね、普通に使うグリースがついてますね。これではダメなんでしょうけれども、まあ、とりあえずこのまま注入しておきましょう。もしかしたらね、いずれね、全部めくってね、
通のグリスもでもいいかもしれないけど、一応専用グリスがあるんでね、これを結構容量ありますんでね、どうなるか分かりませんけども、まあ入れときましょう。あ、ハサミで今切りまして、ちょっと出しましょうか。ちょっと出してみましょうか。見えますかね。あ、こっちの方がね、あのパシャパシャですね。これでいいのか。これあの見た感じ普通のエンジンオイルみたいな感じで、匂いはね、あのあれですね、あのオイル差しのオイルみたいな匂いですね。こんなんでいいのか。はい、それではね、もう注入してみますね。わかりませんので注入しておきます。一応ね、注入したら、なるほど、グリスといえばグリスですね。グリスらしい感じになっております。ちょっとね、あの粘度がね低いみたいな感じですが、すぐにねもういっぱいになりましたので、これでいいのでしょう。分かりませんが、まあでもいっぱいまで入れときましょう。はい、これでいいと思いますけどね。はい、次いきますね。次、横のここですね。ちょっと待って、見にくいかな。斜めにしないと見にくいと思いますので、ここね、2本目いきます。あ、なかなかね、ちょっと手袋しときますね。ちょっとバイクが邪魔になるけども、まあいいでしょう。はい、2本目いきます。これ外してね、しっかり閉まってるかな。もう傷つけたくないんでね。はい、外れました。そしてね、またね、あのちょっと取ってみましょう。どこまで入ってるかな。結構入ってますけれども、やっぱり普通のグリスですね。こんな感じで見えますかね。普通のグリスが入っております。粘土がね違いますのでね。はい、これまたグリス入ってるんでいいかなと思うんですけども、一応あのいっぱいまで入れておきます。はい、いっぱいまで来ました。じゃあ大丈夫だろうと思いますけどね。黒いね、あのグリスですね。これまたあの近いうちに電バラしてね、バラしてで、あの電流入れると結構なね値段になりますので、まあやらなければいけないと思いますけれども。まあ、いっぱいに入ってるんでいいと思いますがね。グリースがね。はい、次行きましょう。ちょっとすみませんね、バイクどかしますね。ちょっとバイクが邪魔でね。はい、ただ3つ目はね、五条刈りになっておりまして、3つ目はね、真ん中はね、1つだけなんですよね。そして、こんな感じで、まあ、本当、こんな感じですが、
見た感じね、あのグリスがね、いっぱいにね、詰まっておりますのでね、グリスがいっぱいに、詰まっておりますので、まだまだ全然大丈夫かと思いますけれども、一応ね注入しておきます。定期的にね注入しようと思います。よいしょ。硬いんよね。あ、やっぱダメだな。素手でやらないとね。ちょっと傷がつくかな。あ、じゃあ。お、こんにちは。爪の調整。うん。爪の調整中。うん。爪のグリス。あ、じゃあ。はい。結構ね、しっかり止まっとるんでね、気をつけて、外します。そしてね、またね、中ほじってみてね、どんな塩梅か見ると、まあ普通のグリスですね、やっぱりね。親父がやってた時代はね、こうやってね、インターネットがね、まだね、全く情報がね、インターネットの情報が拾えない時代でしたので、2005年当時だったと思うんで、その頃はね、まだね、インターネットでね、情報検索してね、情報を拾えてない時代でしたので、このキャップにもね、グリースって書いてるだけなんですよね。こんな感じでグリースって書いてるんで、だから普通のね、グリース、普通にホームセンターで売ってるね、グリースだと思うんですけども、それを入れてるんですよね。だからちょっとね、この辺はね、粘っこいのはいいんですけども、普通のグリースでいいんだと思うんですけども、やっぱり硬くなってしまいますのでね、長く使ってるとね、そうなってくると、このプッシュロットがね、プッシュロットに、グリスが出ていかないんですよね。硬いグリスだとね。だから、ちょっと問題になると思いますけども、まあ、問題にはならないかもしれないけどね、まあ田植え機専用のグリスでね、いいと思います。 今はね、僕ネットで調べて、ネットの YouTube でね調べて、購入まで至りましたので、まあ結構値段はしますけれども、こんな感じでね、柔らかくてね、いいと思います。これ注入してもね、元あるね、このグリースがね、全部できてしまわないとね、これがね、効果出ないと思うんですが、一応ね、保険としてね、これ入れときます。本当はね、全部ばらしてね、この辺ネジを全部取ってね、今あるグリースをね、全部ね、抜いてね、入れ替えた方がいいんですけどね。まあでもそんなにね、神経質になるような感じではなさそうですので、いいと思います。はい、はい、次行きましょう。とりあえず補充だけやって、問題にならない程度にね、プッシュロットのね、先日紹介しました、メインダストシールね、そこだけね、亀裂とかね、入ってるかどうか気になりますので、それを、
ちょっと待ってね。ちょっと外しますが。よいしょ。あ、硬いな、ほら。うん、結構硬いです。で、またウエスで切りときます。これもね、なんかネジ式にしてもらいたいけどね、まあめったに開けないからでしょうね。圧力もかからないと思うし、このゴムのね、部分はね。はい、それではまたちょっと抜いときましょう、これ。このね、中のね、ギアとかね、あれが入ってますが、泥が入ってないかどうかね、確認ね。まあ、泥は入ってないと思いますけどもね、確認はできないんですけども、こんな感じで、普通のグリスが入っておりますが、まあいいでしょう。できるだけグリス抜いてね、はい、映ってますかね。こんな感じでね、黒いね、黒くなってますけども、もともと黒い色かもしれないけどね。はい、ここにまた注入しますので、ちょっとこの辺汚れてるんで、この辺を拭いときましょう。よいしょ、ね、せっかくなんでこの辺を拭いときます。あー、汚れとるな、黒くなっとるということは、はい、ちょっと待ってね、掃除します。この辺汚れてますんでね。この辺は、はい、またグリスを注入して、奥の方にね、できるだけ奥の方に、あ、これは結構入りますね。はい、こんな感じで結構入りますが、いいですね、いい感じで入っておりますね。往復運動してね、減っていきますのでね、補充してね、毎年補充しなくてもいいと思いますけどね。はい、はい、入りました。よいしょ、あ、やっぱりいい感じのグリスですね。はい、いいですね。はい、最後行きましょう。ちょっと疲れましたけども、最後1、2、3、4、5箇所ね、全部で5箇所です。そしたらば、またグリスが全然減ってないみたいですね。減ってないけれども、ちょっとね、抜いときましょう。抜いて入れ替えできたらいいんだけどもね。まあ、この駆動部のね、ギアはね、このグリスでいいと思うんで、まあ普通のグリスでもいいかなという感じですが、ちょっと硬めのグリスですので、どうかなと思ってる次第です。はい、またね、ちょっと掃除します。あ、これすごい汚れてる。この辺は大丈夫かな。
はい、注入しましょう。あ、いいな、いい感じですよ。いい感じで注入できてます。このグリスね、他にもね、なんか別の用途でもね、使えそうな気がしますね。はい、こんな感じでございます。なかなかね、あの、いい感じでございます。はい、蓋しときます。その前にちょっと汚れがついてるんで、ちょっと気になるんで、ああ、結構ね、はい、これで蓋をして、はい、こんな感じですね。こんな感じでいいと思います。はい、あとね、ちょっとね、この爪の下のね、プッシュロットの部分ね、プッシュロットに、グリスを刺しますので、ちょっと見にくいかな。プッシュロットの部分ね、ちょっとグリスをつけときます。気持ち程度ね。あ、いい感じ。プッシュロットと、はい、これはね、プッシュロットつけたとしてもね、グリスがね、中に入らないんで、見えるかな？ね、今プッシュロットを落としてます。で、これをちょっとだけね、指に、人差し指にちょっとだけつけて、ほぼね、ほぼツヤ出し、ほぼツヤ出し。こうやって塗っとけばね、次、空でね、回した時にもね、グリスがついてるので、プッシュロットにね、グリスがついてるので、ちょっと見にくい。あ、これかな。はい、プッシュロットに気持ち程度ね、ほんのちょっとですけど、こうやって塗っておくと。ね、このプッシュロットが乾いたまま回転させるとね、まずいので、はい、この回転部分をね、海底部分もちょっと気になるので、ちょっと塗っておきます。よし、
はい。あ、なかなかね、いいですね。おお。はい、使い終わりましたけども、まだね、全然余っておりまして、これもね、時々ね、注入したいと思います。そしてね、また、こういうものがついておりましてね、蓋がついておりましてね、今これ切った状態ですので、これをかぶして回したら、これがちゃんとね、なんですか、しっかり密閉される蓋がになっております。こういうのいいですね。これで長期保管できますのでね。どれぐらい使いましたかね。60g、180g のうちの 50g ぐらいしか使ってないですね、まだね。40g かな。全然使ってないです。はい、これで OK でございます。またね、この袋に入れてね、保管しておこうかと思いますね。はい、そんな感じでございます。ちょっと待ってね、片付けますのでね、見とってください。いい感じですね。ちょっと片付けて、エンジンをね、またかけてね、始動してみたいと思います。はい、それではね、ちょっとエンジンかけてね、また回転させてみますね。爪部分を空回りで回転してみます。
はい、こんな感じでね、グリースをねしっかりね、回転部にね、回転するところに今つけましたので、今動かしてみてね、もう馴染んでるような感じになってきております。またね、ちょくちょくね、外面はね、錆びますので、錆びたりしますのでね、錆びたりほこりがついてね、固着したりしますので、きれいにね、常にきれいにね、拭いてね、でオイルをねつけておけば大丈夫かと思います。で今ね、爪グリースをプッシュロットにつけて、しばらく回転させてましたけども、オイルがねやっぱり中からね出てる感じですかね。固着、固まってるとね、ね、この爪グリースがね乾いた状態になりますのですが、今手で触ってみてもね、しっかりね、オイルがついておりますね。こういう状態であれば、このメインダストシールね、ちょっと強化プラスチックゴムみたいな感じのやつですので、ひび割りはないですけどもね、あれば要交換なんですよね。ひび割りは今のところないので、そんなにね、酷使することはないのでね、うちの場合はね、うちの田んぼの場合はね、田んぼが少ないので、いい状態で、プッシュロットについておりますし、この回転部分もねちょっとねいい感じですね。はい、それではね、終わりたいと思います。またね、こういったね動画上げていきますので、よろしければね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、雨が降ってきました。またね、雨が降ってきました。しとしととね降っております。それではね、ご視聴ありがとうございました。またねよろしくお願いします。最後、雨が降ってるところを写真撮って動画でお別れしたいと思います。またよろしくお願いいたします。失礼いたします。